末ですね、大型連休真っ只中、はい、この時期に作りたい作ってあげたい料理を紹介する土井善晴の味こよみ、今月もよろしくお願いいたします。まあ、大型連休ということ で、 そうなんです、ね、お時間のある方も多いと思いますが、そうなんですからね、まあ、気持ちに余裕があるし、はい、時間にも余裕がある、うん、そんな時に作りたいのがもうラーメンですよ、はい、ラーメン家で作れたら嬉しいでしょ。ラーメンってちゃちゃっとできそうな気もしますけども、ちゃちゃっとできません、それはインスタントですよ。これが丸鶏スープの、私は昔からおばあちゃんが作ってたような中華そば、もう家で作るね、本当に澄んだスープのね、醤油味のラーメンですよ。あ、もうスープから作るわけですね。そうなんです、スープから作るんですよ。今日のね、これはね、ラーメン作れたらもうまず何よりもね、家族が興奮しますから。そうですか。もう興奮するのが一番幸せを感じる時間ですから、美味しいね、美味しいねの、そうそうそう、もう、うんってもうこういうの作ってあげてください、まあやってみましょうか。はい、美味しいの作ります。材料ですが、今日はね、丸鶏を使うんですよ。丸鶏もね、そんなにもう、お願いさえしておいたらもう確実にあるしね、これを作ると誰でもが上手に美味しいスープができますので。なるほど、丸鶏、はい、中抜きで1羽分ですね。そうです。で、まあ、1.2 から3キロ、もう内臓を抜いた分量で測ってますので、お腹の中に内臓がある時は 1.5 キロ、6キロぐらいのもんだったんですね。だからもうこれは全部内臓を抜いて、もうスープを取るからということで、このように下ごしらえしてくれてますのでね、こういった生のものを買ってきてください。あとはもう水気を拭くだけですよ。首吊るも、首吊るがね、こうやってつけてこの中に入れてくれてたりしますので、取り出してこういうものをスープ取れますのでね、一緒にしておきます。いや、もうこれでテンションがだいぶ上がってきました。はい、そうなんですよ。はい、そしてね、あとね、ラーメン屋さんいうのはもうお肉と魚を一緒にしたりするいうことで、乾物の野菜をね、一緒に素材を入れます、はい、干し椎茸でしょう、うんうん、干しエビでしょう、はい、そして煮干し、頭と内臓も今日は洗練されただしスープを取るためにきちっと取ってます。なるほど、はい、ちょっと分量をご紹介していいですか。はい、そして昆布ですね、はいはい、煮干し12から13、はい、干し椎茸が3枚、干しエビ 20g、 昆布が10センチ方が1枚、はい、あ、これでいろんな旨味が。そうなんですよ、そしてね、あと香りのものとして生姜でしょう、ニンニク、そしてネギなんかをこうしてトントンと叩いて、こうやってひびを生かせてます、なるほど、はい、生姜1かけ分、ネギ1分の1本、ニンニク、これをね、全部お鍋に入れるんですけど、一つ大事なことがあるんです、それは鶏に塩をしておくことなんです。ほう、はい、鶏に塩をする、鶏に塩をする、はい、まあ 1.2 キロとか 1.3 グラムキロいうことで 1% の塩なんです、はい、丸鶏の重量の 1% って言ったら何グラムになるかちょっと測って、はい、計算してみてください、これ何、はい、丸鶏が 1.2 キロです。12グラムぐらいです、はい、あ、12グラムです、はい。よくできました。間違ったらね、120グラムと間違わんといてくださいよ。それは相当だね。1% ですからね。はい、そしてまあこうやって全部の塩をこうして、はい、お腹の中なんかにも塩をして入れとく。そしてまぶしておく。これしてね、1時間ぐらい置くんですよ。はいはいはい、1時間ぐらい置きますと本当にね、味が引き締まって旨味が引き立つということでしょう。肉そのものが美味しくなる。はい、そしてスープの味が引き出されやすいということになりますのでね。はい、でこれ1時間ほど置いておく。そうです、はい、まあ長く置くんだったら冷蔵庫ですけど、1時間ぐらいでしたらもう常温に置いておいていただいた方が塩が馴染みやすいですね。なるほど、はい、特にこうすり込んだりとか、それはもういいですね、全体にならしていただいたら、はい、そしてあと水、これを全部お鍋の中に入れていただいて、もうそれでスープの取り始めるということなんですね。水が3リットルですが、はい、とにかく用意どんで鍋 で、 で1時間以上経ってものですよ。はい、はいはい、さあこうしてね、はい、こちら、はいはい、こうしましてですね、1時間経ったものを今火にかけて、沸騰するまでにまあまあ5、6分、まあ、10分弱ぐらいかかるでしょう、はいはい、そしてね、沸騰してきましたらこのようにふんわりとしたアクがまずは出てくるんですよ。そうですね、泡が、はい、泡といった、これがアクなんですけどね、アクが出てくるということでしょう、はい、そうしましてね、こういうふうにアクを取りまして、浮いてきたアクを取ることでスープが澄むわけです。はいはいはい、ね、そう、目指すのはその澄んだスープということです。だから最初はそうですけども、次にね、これ煮立ってくる、煮立ってきた時点からだいたいまあ50分ぐらいということで、時間をまあ測っておくわけですけども、まだね、これね、まだ鶏が
冷たかったわけですから、うん、まだ暑くなってはないわけですよ、はいはい、沸騰してきますとね、うん、もうみんながね、うん、ふんわりと浮いてきて、ああ、気持ちやないとこう浮いてくる感じですね。あ、そのぐらいに穏やかにね、あんまり強引に強火よりもね、家庭でしたら、うん、まあ家庭の熱源でしたら強火で結構ですけども、あんまり火が強すぎるのも良くないんですね。なるほどね。穏やかに取っていきます。そう、丸鶏がこう気持ちがいいというか、いい雰囲気に、そうなんですよ、こう火を入れていく。そしてね、はい、何よりも今日の目標は、はい、もう本当にね、うん、まあ今日の青空のように、はいはい、ね、雨降ってるかもしれませんけど今日の青空、もう本当に雲一つない青空のような澄んだね、まあスープを取ろうということなんですよ。あ、じゃあだからこれね、しばらくしたら油も浮いてくるんですよ、鶏の油が、ね、その油なんかが浮いてたら美味しそうやなって今の人思うかもしれないけども、それもね、綺麗に取るっていうのがね、昔から家庭で作ってた、まあ中華そばという感じですよね。あ、なるほどね。とにかく目指すのは、はい、私の少年の心のように澄み切ったスープ。あー、忘れてましたよね、我々 もうずっと濁りっぱなしでございました。本当に、はい、まあ、スープを取るということで思い出せんのやったら簡単なことですよ、うん、そして、ね、これをね、はい、まあ、1時間ぐらいじっと見てんのかいうことやけども、はい、ちゃんとね、こうやってね、見ててね、浮いてきて、あ、こう丁寧に取るんだ、何としても済ませてやるんだいうところに面白さがあるんですよ。まあ面白いのはね、済んでくる面白さ、煮立ってくるときにちょうどいい感じやなと思うような感じでね、煮立ってきますと、うん、まあ綺麗ですよ。鍋の中が眺めてられるって、私なんか楽しいって、楽しいって、あ、はい、まるで何か映画か何かを見ているような雰囲気ですかね。そうなんですよ、これ綺麗なね、様子ですよね、弱火で50分煮るわけですけども、うん、いきなり弱火にするんじゃなくて、うんうん、だんだん弱火にするということが正解なんですよ。そうすると、はい、こうやっぱりゆっくり静かに火が入ってていく、その弱火だと、そうそうそう、またいいことがあるわけですね。そうです、最初ね、強火にして急に弱火にするんじゃなくて、今こうやってほらようやく煮立ってきたでしょ、はいはい、これでこの煮立ち加減をある程度キープしながら、今美しいじゃないですか、もう鶏のねこの辺に引っかかってた、まあ、タンパク質が分解されたものとか、だんだんこれを浮かせるんですよ、はいはい、浮かせようということなんですよ。なるほど、それはグラグラグラではないんだ。グラグラしますとね、それこそ中身がね、この一旦浮いたものがまた中に入って濁ってしまうことになる、だから慎重に、まあ、徐々に弱めていく、楽しみ、中が美しいいう方をねキープしてください。なるほどね、はい、はい、じゃあこうしてスープを作っておきます、はい、まあ、こういうふうにね、しますと、はい、見てください、これなんと進んでます。鳥がもう極楽や言うてますわ本当、ほんまに気持ちよさそうにしてますでしょそうです、ほら透明ですね、スープがこんなに進んでるじゃないですか、こういう丸鶏スープができるわけです。もうこれだけで美味しそうでしょ、本当にこれ、絵に描いてみようか、写真に撮ってみようかってね思うぐらいに美しいもんです。そうですね、そう見えたものはどんだけ美味しいか、複雑な味でしょう。昆布も生姜もいろんなものが一体になって一つになってる、なんか旨味のデパートのような感じになる。そうなんですよ、うん、このね鶏も美味しいんですよ、まあ、ここで美味しさを確認して済んでたら、もうここでね、もう火を止めていただいて、このまま置いておきます、ね、しかし本当何の嫌味もないすっきりした、ですからこんだけ美味しいのができたスープがもうごちそう、これで味噌汁作ろうか、あ、おかゆさん炊いてみようかというふうにね考えてみますと、もうこれでいろんなお料理ができるということですよ。そうですね、はい、まあ、こうしてね、今日の場合は卵が入ってた、ラーメンが煮卵入ってたら嬉しいでしょう。煮卵ですか、煮卵っていうんですかね、はいはい、味付け卵とか、これをね、今ちょうどこれも水から茹でて沸騰してから、まあ5分今10秒ぐらいになってるんですけども、そのぐらいになったらね、ちょうど半熟になってます。あ、ここがね今見えてないけども、ちょうど良くなったという時に氷水に取るんですよ。あ、氷水に取る、氷水に取るとこで取ることで余熱をピシッと立つことができる。あ、もう卵の中これ以上もう煮えなくていいよという。でもね、
最初の水の温度があったかいとか、まあ夏場とか変わるでしょ、そしたらまあそこで茹で加減いうのは沸騰するまでの時間とか、お鍋の大きさとかで4分30秒とか5分30秒とかね、そのお鍋とかその時々の茹でる個数とかによっても全部違うということなんですよ。だから最初ちょっと試してみたりしながら、自分とこの鍋やったらこれでええというようなやり方をまあ覚えてもらって、今日の場合は5分10秒でこのようにすると中がね半熟に美味しいできると。あとこれをあの漬け汁に浸しておくということで、今日はこれ2日目ですわ。なるほど、漬け汁の内容をご紹介します。醤油、砂糖、みりん各カップ1/2、水カップ1、削り節 10g。 そうなんですよ。これ中火にかけて煮立ったら、もう煮立ったらもうそれで、あのそれで出来上がりなんですが、それを冷ましたところにまあつけておくんですよ。そしたらこれでね、あの1114っていうことなんですわ。1114、まあ114があのそうめんつゆだとしたら、そこにお砂糖がさらに1が入ってるんですね。はい、4分の1カップの砂糖が入るね。はい、まあこれでね、卵ちょっと切ってみましょうか。この鰹節だって食べられるわけですけども、そう、鰹節もまた美味しそうですが、はい、ほら、あらららら、美味しそうでしょ。この、ね、とろっとした黄身。はい、まあ、ね、テキストは1人半個やけども、ここで1人に2個に、はい、1人に1個ずつにしましょう。え、ぜひ私、ね、やっぱりね、卵が1個分入ってるいうだけでもみんな喜ぶわけでしょ。はいはいはい、家やねんからこういうことには贅沢できますよね。いや、ほんととろっとしてます、はい、あ、微妙にちょっと茹で加減が違いますね。はいはいはい、まあ、こういうもんですよ。そうですね、はい、卵によってもね、うん、さあ、はい、あとはね、もうこれで、あのラーメンを今日は作っていこうということですけども、はい、まあ、今先ほどのラーメンのこれ、あの鶏がこうやってしてるでしょ、このままね冷めるまで置いといたって構わないです、そうですね、はい、これをじゃあちょっとこう干すわけですか。はい、まずね、鶏は冷めてからでも途中でも構わないから取り出してください。はい、鶏だけにちょっと取り出すと、はい、鶏の柔らかいもんから足が外れそうになって、ああ。そうか、はい、もう柔らかく、ね、今ね、これ、ね、あの、あったかい宇宙の非常に、はい、はい、こうして取り出して、はい、ね、チキンと取り出しました。うまいこと言いますね。はい、だいたい定番なんです。そうですか。はい、そしてね、ここでね、あの、はい、鶏をね、さばくときにナイフがいるかと思ったら別にいらないんですよ。はい、ほうほう、そしてね、ピュッピュッピュッとこれで、取れてしまうでしょ。こういうことができてしまうんですよ。ははは、ね、これくらいにもこれで食べてもらいたいんですけど、はい、先にスープこしますわ。はいはいはい、はい、さあスープをね、こうしてこしていくわけですけども、スープがほら澄んでるでしょ。そうですね、もう澄んでいる上にこの、はい、紙タオルでこせばもうほんと一点の濁りもないスープが、そうそうそう、ね、よいしょ、いっぱい入ってますわ。あ、こんなものが入ってたと、ね、美味しいものがいっぱい入ってます、はい、それでまあ、はい、ちょっとここに受けてもうて、はい、取り出してもうて、はい、はい、あっちやっておきましょう。あ、はい、なんかね、これでね、ほらスープと鶏がこのようにできたわけでしょう、はい、そうですね、この、はい、煮卵もね、言いましたように、はい、鶏はもうこれ外れてしまいますよね、ね、えすすっと、ね、ええ、そして胸の方のさばき方なんて難しいかもと、ここに骨がありますからね、はい、真ん中、ここから両側にこうやって包丁を入れて、はい、このままね、包丁を向こう側にちょっとこういうふうにこうやってずらしてもらったら外れてしまうんですよ。なるほど、あ、骨を中心にして右と左にこう包丁を入れれば、はい、本当にふわっと、そうなんですよ、ね、そしてもうそれこそ今日はこんだけ食べて、あと残り半分置いとこうかということで、はい、明日冷たくなってからサンドイッチにしようか、あるいはバンバンジーにしようかと、蒸し鶏としてお酢で食べようかとかね、何でもできるということですね、あ、なるほど、はい、まあ、それでね、後藤さん、ちょっとね、はいはい、これ鶏が美味しいいうので、こうしてね、ちょっと食べてみてくださいね、はい、え、いいんですか。いいですよ。嬉しいですね、なんだか嬉しいです、このまんま、はい、もう骨がね、ほろっと取れるんですよ。ほぐれます、口の中で。そして塩をしてるもんだから、うん、十分にそれで味が ありますでしょう。そうですね。あと、まあ、スープのための旨味がまとわりついてますよね。それでまあ2人分いうことで、お玉1杯 150cc これありますからね。うん、はい、
4杯入れて 600cc で2人分です、はい。まあ、こちらにちょっとかけときますわ。この本当透き通った、はい、なんか黄金のスープという感じがそうですね、ですよね。そして、まあ、麺を茹でるっていう時にね、1分間茹でたらいいわけですけども、はい、1分間の時にこうしてね、はい、ごめんなさいね、今ちょっとなんかこの辺が、はいはいはい、ちょっとすっきりとしたいですから、はいはい、打ち粉がありますので、うん、こうしてね、さばいておくということが大事ですね。はい。はい、2玉使います、ね、そうです。はい、さあ、茹でようというときに、こうしまして、はい、麺鉢を温めておくことも大事ですね。あ、なるほどね。麺鉢を温めておくでしょ。はいはいはい。そして、ネギが切ってあるでしょ。うんうん。そして、鶏、卵の用意ができてますでしょ。うん、と、いろいろと、準備をして、はい、頭を整理するいうことが大事ですわ。ああ、もう段取りよくということですね。さあ、今からラーメン作りますよ。これ、はい、まあ明日食べるの向こう置いといて、はい、これはまた明日おいしくていただけますよね。 そして今日はこれで、はい、まあお肉の方もこれ1人前として、あとちょっと2人分ぐらいこうして切っときますわ。もう乗せるばっかりに準備をしておく。そうです、そうやって、はい、こうやって準備しておきます。もうね、この鶏おいしいですよ。はい、もうそのままでも。じゃあ1分間ちょっとタイマーを測っておいてください、うん。はいはいはい、じゃあお願いして、今からね、はい、湯がきますよ。はい、はい、強火がこれやな、はい、一番強い火にして、はい、そして、さあ今からですよ、これもうちょっと煮立ってほしいと思いますけど、こう沸き立ったところに麺を投入する、はい、いきますよ、ね、よろしいですか。はい、はい、さあ入りました。この麺の場合の茹で時間は、まあ、1分です。今から入れてから1分測ってもらってます、はい、ベルがそのうち鳴ると思いますの で、ご自宅で皆さん作られる時には麺の袋と相談して、そうです、ちゃんとね、袋通りに測ってください、うんうん、でも固めにちょっと湯がくいうことも大事ですね。あ、さあ、はいはい、スープをかけたスープの方に味付けします、はい、スープに対して大さじ2杯のお醤油、うん、そうですね、それとごま油が大さじ1ですね、はい、今胡椒をしてもらって、はあ、これでラーメンスープはもうできた。ラーメンスープはね、これでできてますから、うん、はい、はい、さあこれでですよ、もうちょっとですね、時間的には。でもここで、はい、まず準備をもう一つするのが、はい、麺のお湯切っとかんと、はい、さあ麺入れる時にスープ薄まってしまいますから、ね、お湯の中に入れると大変なことになります。そうそうそう、スープ薄まってしまいますからね、はい、はい、さあ麺がね1分経ちました、はい、さあ網じゃくしがなくなって、はい、網じゃくしが、はいはい、今日は、はい、何が何なんですかこれは。ちょっとね、はい、私もそうでしょ、後藤さん向こうへ片付けてもうたら困りますよ。この後のレクリエーション使おうかなと思って、はい、さあここで、はい、こうやって切ります。あ、はい、後藤さんスープを張ってください。はい、はい、来ました。スープのお玉があちらにありますでしょ、はい、あ、こちら、これでいきます。それでいいです、はい、2回2杯ずつ張ってください。はい、大きいお玉やったらね1回でいいんですけど。あ、そうですね、はい、いやー、このスープのまた香りがいいですね。そうです、やっぱり料理の楽しみってこの美味しそうな香り。そうです、ええ、もうね、分かりました、はい、うん、この時は、はい、なんぼ一人ではなかなか難しいですから、はい、家族みんなで協力して、はい、はい、そうですね。スープはもう少し足しますか、はい、スープはここでね、残り全部これ足してしまいます、はい、はい、足しますね。あ、そうか、みんなでワイワイ言いながらね。そうそうそう、段取り言うのがありますからね、うん、ええ、あれといざという時にね、みんな忘れてしまうんですよ、うん、はい、大切なこと、ええ、はい、さあ、はい、これであとは先ほどの残りのトッピングをきちっと、はい、鶏でしょ、はい、鶏、わあ、豪華なラーメンですよ、はい、鶏の方ちょっと崩すぐらいの方が美味しいかなと思いますけどね。 あ、さっきのももがなくなりましたね、また、はい、ももの方がなくなってしまいましたね。私が食べたせいですか。もめどこ行ったんですか。いや、隠してるわけじゃないんですけど、はい、まあいいでしょう、はい、はい、ええ、まあこうやって、はい、はい、卵をこちらの方でこうして飾って、はい、ね、そしてネギはね、たっぷりといきましょう、はい、はい、
このやっぱりネギが最後のなんていうのね、やっぱあの締めますよ ね、はい、なんかいろんなものがネギのおかげでごまかせたという気もしますけども、はい、はい、でもほら、はい、こうしてわ出来上がりました、ね、出来上がりました、はい、もう一つできてますから、ね、後藤さん、はい、あっち行って食べましょうか。そうですね、さあ、はい、丸鶏スープのラーメン出来上がりました。スープが澄んでますでしょ、そうですね、これはね食べ応えがあるし、はい、スープそのものがごちそうやから皆さんきっとねスープ飲み干してもらえるんじゃないかと思います。そうですね、スープがごちそう、そしてあの鶏もごちそう、煮卵もごちそう、はい、ぜひ皆さんね、考えたら鶏丸ごと1羽使って作って、うんうん、卵もスープも骨から出たものも全部やから、これはね、スープだけ飲んでいただいてもね、うん、まあ、体が元気になるんじゃないかと思います。そうですね、はい、ではおさらいしましょう。丸鶏スープは丸鶏、煮干し、干し椎茸、干しエビ、昆布、長ネギ、生姜、ニンニクを全部一緒に鍋に入れて煮立てます。出てきたアクは丁寧に取り除きます。火加減をだんだん小さくしていき、弱火で50分間静かに煮るのが澄んだスープになるポイントでした。醤油、ごま油、胡椒で味を整えるだけで美味しい家庭のラーメンが誰でも失敗なく作れます。さあそれでは、はい、いただきます。どうぞ召し上がってください、ね、はい、やっぱりこのスープをね、スープの方、はい、スープを飲んで、まあ、これね、はい、ちょっとね、うん、あの煮こごるような感じのスープになってますから、あの先ほど何も味付けをしないスープも、はい、あれだけでも十分美味しかったので、やっぱり醤油、それからごま油が、ね、はい、入ります。これ冷蔵庫に、ね、置いといたらね、うん、本当にポロッとこう煮こごってるんですよ、うん、もう優しくこう煮こごりますからね、やっぱり鶏の美味しいものコラーゲンいうことなんでしょう、はい、そうですね、はい、さあじゃあ麺を食べてもらって、そうですね、麺をちょうどね、テレビをご覧の皆さん、はい、ごめんね、いえいえこれね、あのうちでもう子供の頃から使ってた麺鉢なんですよ、ラーメン鉢、うんうん、ずっとこれでね食べてて、そんなに大きくないからね、もう手で持って食べれる、子供は食べられないんですね、うん、大人は持って食べました。いや、あのやっぱり麺にこの美味しいスープが絡んでますね。そうそうそう、それでまあ鶏もね、もう身がしっとりしてますのでね、うん、しっとり、いえそんなことは別に拾ってもらうんでも私は大丈夫ですけどはい、うん、ものすごく澄んでますでしょ、そうですね、はい、そしてこの煮卵、ね、このとろっとした、そうなんですよ、煮卵なんかも半熟、うん、もうね、家でね、一人に一個分、うん、まあお店やったら半個ずつついてんのもね、一個分ついたら、うん、もうそんなことよ、喜ぶんかって、いくらでも食べさせてくれますよそうですね、あの、かつお節の旨味がね、そうそうそう、絡んでますよね。そう、そうめつに砂糖を足して1114なんですよ、お弁当にだってね、それでも煮卵だけでもおかずになりますね。ちょっと慣れたら多めに作っといてもらっていいかと思います、うん、麺がよう絡んでるでしょう、美味しいです。これはね、うん、堪能できるんですよ。もうすすってはスープをまたすすり、はい、いやどうですか、うん、家でね、うん、ラーメン作ろうという気になってもらえたら私嬉しいと思うんですけど ね、もうスープをね、青空のように澄ましてみてください、はい、そしたらね、間違いなく美味しさは後からついてくるということですよ。あ、そして鶏まで食べれたら、これはね、あの楽しみ、作る楽しみができて、食べる楽しみがあって、はい、もうゴールデンウィーク、うん、もうこれでね楽しんでください。あ、そうですね、はい、あの時間たっぷりある方はね、はい、ぜひあのご家族じゃなくてお友達呼んでもね、いやいや楽しいです、ね、自慢できますよ、ラーメンスープよって、ラーメン作ってあげるわって、スープと鶏持って出かけていくのもいいですよね、うん、そうですね、はい、いや今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ではあの引き続き私、はい、これをいただいていきます。いやいや、もう完食できると思います。うん、うん、今日ご紹介したラーメンはテキスト5月